王様に会いに行きましょう。国王に会わせてくれ。ロニキス様ですね。しばらくお待ちください。カオパスじゃなくなったんか。大臣か。またどうぞこちらへ。もう大臣がもう来ない。一応大丈夫だと。各国の王と謁見を無事済ませてきたようだな。はい。ムーア王からは遺跡の鍵を、アストラル王からは意味ありげなキーワード、そしてシルバラント王からは魔界の入り口の隠された場所を聞いてまいりました。そうだな、無人島どうなんですかね。そうか、その他に謁見の証明としてエンブレムは受け取っておるだろうな。もちろんと。受け取っております。ならばパージ神殿に向かうんだ。え、もう一回パージ神殿。私たちがあの神殿に行った時は何も見つからなかったわよね。いや、一応なんか精霊三姉妹みたいのがいたけどね。パージ神殿はアストラル大陸にあるという話だが、詳しくは現地で確認してほしい。え、あそこで、ミリーと会う前、ヨシュアさんでしたっけ？ねえ、真実の瞳ってさ、え？どういうことだ？あれはさ、別に真実の瞳があるわけじゃなくて、あの精霊たちが、なんか力で、魔力がどうのこうので教えてくれたんですよね。で、本当の真実の瞳はこんなもんだったよっていうのがなんか民衆に伝わってるみたいな話でしたが、一旦シルバーラント行くかな。ちょっとシルバーラントに行けるか。これアストラルに行けっつってたな。アストラルか。結局またこれバーニー、ホイッスル？これバニーではない、バーニーなんだよね。なんでバーニーって略されてんだよね、今になって思うけど。シュー！あれ？あ、これ、あ、合ってる合ってる。横バニーがいいね。横バニー。ちゃんと階段のとこはね、ちょっと、あ、やべ、入っちゃった。ちょっと遅くなる。あ、入っちゃったじゃなくて、ここですよね。あれ？違いましたっけ？これ、またやってんな、これ。シルバーラントの武器買うかどうかをちょっと悩んでまして。ん？どこや？どこや？走るバーニー。あれ？いやっぱりここでいいのか？違うよね。あれ？宝箱あるし、あんなとこに。こうか。おお、あ、そう、リザレクトボトルも買っとかんといかんですよ、これ。あれ？今さっき来たところなんだけど、速攻で、ここで、ここ行けんの？ここ。え？あれ？あれ？こんなとこ通ってないですもんね。上から来て、え？バーニー混乱。こっちが、ここで行けんのか。
そうだよ、何回か通ってますから、ここは。シュッツ。おっつ、早い。あー、で、ここですよね。ここで船が出てると。で、アストラルに行くけれども、ちょっと一旦シルバランドで8人いるから1600フォル。帰りにも1600フォルですよね。あ、ここ帰りはタダなんでしたっけ？帰りはタダ。で、オターニムに行けると。OK。武器。ちょっと交代要員。まあ、交代の要員、要員じゃないけど、武器防具、が薄い人の分をちょっと買ってあげたい。リザレクトボトル、その前にちょっと待ってね。ブラックアクア、リキュールもそこそこするな。これリザレ、これは絶対ちょっと欲しいよね。これいやー、結構やっぱいい値段しますね。キュアストーンはもう、ちょっと1万は使いましょう、ここは。石は本当にガチの戦闘不能になっちゃうんで。攻撃は他のラティクス、テッシーがやってくれるので、どっちかっていうと防具ですよね。あ、でも武器は安いね。ロッド、セスタス。セスタスが高いっすね。これは必要か。ちょっと、ティーニークさん、ちょっと待って待って待って、武器がどんどん高くなってくるよ、これ。買えないな、なんか、いいのが。猫スーツ、これは絶対必須でしょ？バトルスーツはまあいいとして、これも買っときたいと。あー、まあこれどうかな。ロニキスは武器なんとか自分で頑張ってほしいな。栄翔で、呪文で。攻撃しかつかないのね。なんか属性とかついてると、なんかやっぱりこれもでも買っといてあげたいな。でも15,000か。15,000だったら、どうだろう。なんとか絞り出せるか、これ。お、これ、めっちゃ高くない？え、一個売っていいじゃん、これ。よっしゃ、超楽。絶対だって、テッシーしか装備できない。いや、一個ありゃ十分じゃないですか。あ、でもあれか。刀鍛冶とかでなんかやるとちょうどいいのかな。プレート、これは売れる。ナイツいける。ブリガンディもいっちゃっていい。粗末なやつもいらない。ツバイもいらない。1万か。ムーナイト、1個だけ。プリティアイドル、ルービーがさ、意外に安いっていうね。アンバーローブもいらん。レインボーダイヤは結局1個しか手に入ってないと。三節棍でも上がるのか。でもこれ買ってあげてるからとりあえず大丈夫だと。え、じゃあ、いやー、まあまあいいや。ミスリルは、これも、高えな、結構。あ、でも、ドワーフンメイル、ガード。ちょっと、一旦これ、あ、生産できねえのか。これ、一旦借金してっていうか、それは無理。ホーリークローク、ちょっと待って。これで一旦生産して、セスタス、上がったね。ハルバート上がった。だいぶ強い。なんか装備、自動装備してくれるやつとそうじゃないやつがいるね。
ドワーフン、あ、ドワーフンガード。ドワーブンガードか。あ、でもこれは必要だな。ワルーン、そうだ、あ、そうか。ワルーン、あ、ワルーンより強いんだね。ただ属性が地だから、地属性のやつは回復してしまうと。そういうことですね。これで、メイル、スターガードは別のやつ、別の人にあげたいので、ロニキスとかミリーが装備できればかなり大きいよね、これ。反射してたので。ギリギリ足りるんじゃないか。格闘系は頭とか装備できないすかね、基本。セスタス、猫スーツ。あ、でも猫バンドはいいっすね。あ、盾が、あ、そうか、両手持ちか。あ、ドワーブンメイルがこれでなくなった。売らなくてよかったですね。ハルバード、武道着が、武道着かなりすごいね。意外とアクセサリーが手に入らない。まあ買ってないっていうのもあるかもしれないですね。まあ結構曲欲しいのは、ホーリークロークか。いやー、大金が必要だな、これ、大金が。バンデットメイル。武道具もとりあえず大丈夫。うわ、1万には、ほど遠いっすね、これ。今装備した分を売るわけですが、全然足らんですね、当然。ルビーペルシャ、これ何なんだろうな。これ売っちゃっていいんすかね、もらったもんだけど。てかシンデレラグラス使えばよかったな。やっちまったっすね、また。まあええでしょう、もう。ホーリークローク、光属性だ、欲しいな。一個売るか。ドワーブンソード。よし、一個売ろう。売って、シンデレラグラス、ちょっと遅かったけど、まだ間に合うと。使おう。安くなってますこれ。なってるか。1、2、3、1、1、2。よしよし、まあまあまあ、これで OK ですね。イリアは装備、ティニクも装備、ロニキスは装備されなかったね。スターガードが結構マジいいですね。イリアは行った。スチール。足がね、意外と
装備できてなかったので、レザーブーツって本当に最初ですもんね。でしかもあんまり上がらねえっていう、これはもう大丈夫ですかね。はい、ちょっと時間いただきましたが大丈夫ですね。なんか変わった？誰かなんか変わったか？まあちょっとバトルスーツ？まあ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 。OK。ちょっと上がってた。緑に上がったんで。で、お金もね、手に入って。手に入ったわけじゃないけど、買いましょう。もうマックスまで。ここでも使いましょう。なんかこの後ね、ないような気がする、あれが、店とか。なのでここで行っちゃいましょう。いやー、これは気持ちいいですね。この回復スティングはいらん。これはいいでしょう。こっちはさすがにいいでしょう。35,000。気持ちよく。いや、これはこの値段で買おうよ。よし、これでアストラルに行って、パージ神殿でしたっけ。あ、無人島がマジ謎ですね。あそこじゃないの？魔界のなんたらっつってたのが。こっからパージ神殿マジでいけるんすかね。最後パージ神殿はいけるのよ。無人島から魔界に行けるのかという。魔界への鍵が何かあるのかね。あのエグダートの鍵というのも気になりますし。縦札があったところで多分道が分かれると。ここの上でしたっけ。ここですね、パージ神殿。ここ上行って、めっちゃ気持ちいい。これめっちゃ気持ちいい。よし、来た。で、こっちじゃない、こっちに行って、広場みたいなところがありましたよね。違う、こっち行ける？こっちはなんか違う気がするね。なんか素直に進んで、ちげえし、素直じゃなかった。こう来て、あー、こういう感じか。で、上にバーッと、あれ？じゃあ左は何だったの？宝箱だったんかな。これで広場か。いや、これだいぶエンカウントするね、この距離来てたら。よし、あ、違う違う、こっちじゃなくて、こっから行けばいいのかな。
こっち。でもイベントを起こらなさそうですけど。歓迎してるって雰囲気じゃなさそうよね。レイブソード、当時の敵だからそんなにもう苦労しなく倒せる。イベント起きないので、一応向こうも見てみましょう。イベント起きればいいんだけど、あそこは何もなかったですよ、やっぱり何もないですよみたいなイベントが起きる可能性があるからね。特になしか、ないね。いや、わかんねえ、どっちから行くんだろうこれ。もう一回あの三姉妹のところに行けばいいのか全く覚えてないんですが、青い玉に当たるとやばいみたいな、そんぐらいは覚えてる。これはサーベル。左がさ、スイッチ入れないと開かないみたいな。うっつあ、そうそうそう、こんな感じ、こんな感じ。うわー、ここで敵出る。もう完全に青いのに当たってますから。早い早い、早口早口、様になってきてるよ。すぐ右行く。うい、アイスイスイス。青い玉がね、遅いのよ。今ミリーが水か光くらって回復したのかな。くっそ、敵のように行くぜ。レイブンソード、いいね。ロニキスもダメージゼロ。いや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 、これスピードは同じなのね。右上から行ったような記憶だったんだけども、どうでしたっけ。宝箱をね、取り切ってないからっていうのもあるな。アイテム奥義とかさ、これか、七星奥義覚えたよね。エダール剣技、努力だっけ。まずこれであんま下がんねえ、あんま下がんねえな。こう錬金18、レイブン37でしょ。1しか下がらねえ。ただ他のものを全部1下げるとすると、努力はかなりすごいよね。他覚えるのに全部1下がるわけだから、相当得ですわな。ラティックスさ、ちょっとティニックとか別のに変えてみる。ちょっと、ラティクス外せない。あ、そう、ラティクスを外せないと。こういったちょっとなめ、あ、セーブしてないな、そういえば。
セーブポイントあってほしいんだけど。これは確かボスの前にはセーブポイントがあったはず。完全にボスっていうあの赤いやつの前。あーこれどうでしたっけ。一回どっかスイッチ押してとかだったか。敵のようよ。歓迎してるって雰囲気じゃなさそうよね。レイブンソード。ペリシーもダメージ入るようになってます。武器のおかげで。やっぱり武器って大事ね。うわぁ、オッケー強い。あ、経験値が少ないねやっぱりな。これどっちがいいんだろう。一回出たからもうスイッチはちゃんと切り替えた方が完全に青い。完全に罠。わ、やられてる。これさ、当たったじゃんか、青いな。これどうなの？あ、大丈夫だ。そこは優しいんだ。これ左行く道あったよね。あ、バカねえんだ。っていうか今スイッチ上げたからダメになったのか、そこがちょっとわからん。もう一段階いけるはずだよね。もう一段階あの扉開けて、でそれでなんかオレンジのボールがめっちゃ来てそれを避けていくみたいな。今下げました。これでいける。ああ、いけるわ。下がった状態だったわけですね。敵のようよ。みんな頑張って。3人肉弾強いですね。反撃する機会を与えない。あ、怖い怖いぞこれ。大丈夫か。あれ、ここスキルポイントが置いてあるだけでした、もしかして。あ、やばいの来た、やばいの来た。あれ、あれやばいっすよね、あの体当たり。あ、あったあったあった。あれ、でも開いてないですね。開くんかい。そうですね。じゃあ次回さらに先へ進みたいと思います。